どうも、わかです。今回はバラとスズランとアジサイの描き方をご紹介します。まずはバラ、最初に真ん中のつぼみっぽいところを描いていきます。丸の中に花びらの線を描いていくのですが、ポイントは1本目の線を丸から少し離して描き始めることです。そしてアルファベットの T を描くように線をつなげていくと、花びらが折り重なったようなつぼみを描くことができます。周りの花びらは1周目に3枚、2周目に5枚描いていくとバランスのいい感じになります。花びらの線を途中まで描いて、次の花びらを上に重ねるように描いていくとバラっぽい雰囲気が出てきます。まあ厳密に言いますと、バラの花びらは完璧に螺旋状に開くわけではないのですが、今回はイラストとしてこういった感じにアレンジしてみました。あと花びらの形もですね、後ろにめくれて尖っているように見えたりですとか、品種によって特徴も違ったりするので、お好みでいろんな形を描いてみてください。全体的なシルエットとしては、花びらの間の切れ込みが浅くて丸に近い方がバラっぽく見えると思います。それではデジタルの線画に色を塗っていきます。バラの葉っぱも描き加えてみました。バラの葉っぱは奇数羽状複葉というかっこいい名前の形で、このまとまりで1枚の葉っぱという数え方になります。またバラの葉っぱは茎から交互に生えてきます。こういった細かいところも注意して描くと絵のクオリティがぐんと上がると思いますので、気をつけてみてください。本来葉っぱの縁はギザギザしているのですが、小さい絵だと細かくなりすぎてしまうので省略させていただきました。これでバラのイラストは完成です。次はスズランを描いていきます。スズランの花は綺麗に並べるのが難しいので、目安として斜めの線を薄く描いておきます。線の上に点で印をつけたら、その点を基準にして帽子のような形のお花を描いていきます。スズランの花は下から見ると花びらが6つに分かれているので、それを意識しながら描いてみてください。花を描き終えたら、そのすぐ下の線の上に印をつけて次の花を描いていきます。お花の次は茎を描いていきます。お花と平行に描いていくと倒れそうな茎になってしまうので、お花側にググッと曲げてみてください。そうすると優雅な感じの茎が描けます。実際の葉っぱはもっと大きいんですが、今回はお花を目立たせたミニイラストにしたかったので、これくらいの大きさで描きました。スズランの葉っぱは平行脈なので、縦の線を何本か描いていきます。最後に描き忘れていた茎を描き足しました。それでは色塗りです。バラの時は線画の色をお花や葉っぱの色に合わせて変えたんですが、今回は白と緑と茶色の組み合わせが可愛いなと思ったので、線画は茶色のまま残すことにしました。これでスズランのイラストも完成です。ラストはアジサイです。まずは薄く下書きで田んぼの田という漢字を7個書いていきます。綺麗な正方形じゃなくてもいいので、丁寧に書くことを心がけてください。特に真ん中のプラスの部分はお花の当たりを取るために大事です。角度を少しずつ変えて書くと自然なお花っぽく見えます。ちなみにアジサイの綺麗に色がついて花びらに見えるところは、花びらではなく萼という部分です。この
花跡は田の字を上からなぞってその額の部分を書いていきます。ポイントはこのプラスの部分を下書き通り丁寧になぞることです。そうすると4枚の額片がバランスよく書けます。ところで皆さん、アジサイの額片はどんな風に重なってるんだろうって気になりませんか？私は書くときにすごく気になったので実際に見て調べてきました。そしたらですね、絶対にないのかわかりませんが、左の絵のような額の重なり方をしているものは見かけませんでした。どういう重なり方かと言いますと、左の絵はさっき描いたバラのように螺旋状について風車みたいな形になっているんです。そして一番多く見かけた重なり方は右の絵のような感じで、まず丸1のように一番上に重なっている額片が1枚あります。そしてその両隣の額片が丸2のようについていて、丸1と反対側の額片が丸3のように一番下についていました。おそらく閉じていた時に丸3の額片が一番外側だったんだろうなっていうふうに思われます。違う重なり方をしているものももちろんありましたので、撮ってきた写真を参考に載せておきます。今回はより簡単にするために真ん中のお花の部分は丸いつぼみの状態で描いています。咲いているお花を描きたいときは左上のイラストを参考にしてみてください。あと今回は田の字に合わせて尖った形の額片を描いていますが、丸い形にしても可愛いと思います。最後に周りに小さい丸を描いて完成です。これはまだ開いていない額とかみずみずしさをイメージしてつけてみました。はい、追加で葉っぱも描いてみたんですが、皆さん葉脈の枝分かれの仕方ご存知ですか？調べてきました。細かく話すとキリがないので、描くときに皆さんが迷うであろう根元の部分だけご説明しますと、同じところから枝分かれしていたり違うところから左右に出ていたりいろいろでした。ただどちらかというと違うところから出ている方が多かったという調査結果はお伝えしておきます。アジサイはいろんな色があるのも魅力の一つだと思うので、青色の他にピンクと紫色のアジサイも描いてみました。これでアジサイのイラストも完成です。最後まで見てくださってありがとうございました。